N1 が12時をお知らせします。お昼の12時になりました。ナックファイブをお聞きの皆さん、こんにちは。 ABCG の五関浩一です。金髪筋肉塚ちゃん、塚田隆一です。河合文人です。今週も五関、塚田、河合、この3人でお送りします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、まあ、あの地域によって多少のズレありますけれども、はい、今日から小中高の学生の皆さんは夏休みだそうです。ああ、やったー。今日からですよ。やったって気持ちわかるわ。わかるよね。やっと来たんだろうね、うん、みんなも。いやもうそうだよ。だって小学生とか中学生なんか年に1回の、うん、その長期の休みでしょ。大イベントですよ、うん、ぶっちゃけ俺はこの夏休みのために学校頑張ってたもん、うん。いやそういうことだよ。そう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 、うん、もう夏休みある学生さん、うんうん、思いっきり楽しんで、楽しんでください。で夏休みに作った思い出って一生忘れないからね。そう、語れるよね。そう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 、大人になってこんな期間休みってないよね。だし今もし1ヶ月ちょっとか夏休みって、うん、長いと、うん、そんな休みあったら不安になるもんね。仕事をね。そう、あと何やっていいか分かんなくなりそうだよね。1ヶ月は分かんなくなる。確かに。なんかちなみにその学生時代にその夏休みの時楽しみだったこととかありますか？ね、俺はね、やっぱりね、公園を独り占めするっていう、うん、夏休みにできた。そう、朝にさ、アニメとか、はいはいはい、アニメの時間あった。アニメの時間、ウォーリーとか見てた。少年アシメとか。あ、やってたね。うちらの世代はあったんですよ。あった、あった。あの時にあえて公園に行くの。あ、みんなが見てる時間帯に。そう、うん、そんでジャングルジムに登って、うん、俺のもんだ。違いだ。わかるよ、気分王様で、うん、そう、もう誰もいない。その後みんな見終わってガチャガチャする公園を先に行って一人占め、うんうん、占めするっていう。もう遅いよね。駆け回ってたね。新しいタイプの子供だね。相当アクティブだったんだね。もうちっちゃい頃から遊びたくて、もうね、本当にもう家からずっと知られないみたいな、うん、はいはいはい、夏休みだけでね、はいはいはい。開放感とかもあるからね、夏休みはね。あるわ。あのね、ちなみに、うん、最近のアンケートによると、はいはい、小学生が夏休みに最も楽しみにしていること、うんうん、第1位はね、国内旅行みたいですよ。旅行旅、普通に旅、なんかおじいちゃん塾とかじゃなくて、じゃない、あのね、祖父母や親戚の家に行くっていうのが第2位です。あ、1位は国内旅行みたいですよ。俺もこの親戚の家に行くっていうのだったんで。いや俺もそう、おじいちゃん、福島のおじいちゃん、そうそう、おばあちゃんの家に行く。でも確かに思い出してみるといたわ、その海外とか行ってる子とかもいた。あ、夏休みで、ね、あのヒーローになるよね。なる。そうなんだよな。そう、帰ってくるとこんがり焼けててね。そう、焼けてて、うん、でなんかちょっとこう雰囲気とかも変わってて、うん、でやっぱみんな話の中心になるんだよね。なるなる。え、何それみたいな。どんな感じなのハワイってみたいな、ね、そうそうそう。ブラッド・ピットあったみたいな。そんなノリだよ、ね、海外イコールで、ね、あったみたいな。イメージがそうだもんね。そう、うん、小学生とか中学生はそういうイメージですから。そ, そんな感じだよ。いたいた。あと一個いいですか。はい、今日2本撮ってるじゃないですか、うん、これ2本目なんですけど、うん、ずっとチャック開いてた。ごめん、開放的になってた。ごめんごめん、夏休みだから。ごめん、デニムのチャック開いてたわ。ごめんごめん、気をつけて、うん、気をつけてください。そこまで開放的になるとまずいから。開放的になってました、すいません。そこはダメです。ダメですよ。危ない危ない、開放的になっちゃう。ということでね、リスナーの皆さんも夏休み素敵な思い出を作ってください、はい、ちなみに僕五関がこの夏楽しみにしていることは、なんだ、珍しくこんがり焼けてみようかな。おお、うん、イメチェンだ。イメチェン、マジで、うん、ちょっとイメチェンはでもちょっとね考えてたんですよ。最近ちょっと前髪とか長かったりして、ちょっと、はいはいはい、切ろうかなっていうのはあって。あら、またちょっと新しい五関はこの夏、うん、ちょっと黒くなってみようかな。8月からまたライブツアーも始まるし、始まりますよ。だもちろんそれは楽しみだけど、はい、なんかプライベートというか、でその頃には、うん、もしかしたら新しいニュータイプの五関が現れるかもね。楽しみですね、はい、そちらの方も楽しみにしておいてください、はい、では ABCG555 あ、五関さんだった。被るのはいいけど、うん、俺より先に行かれると申し訳ない、ごめんなさあ、それでは ABCG555 今週もアクロバティックトーク繰り広げちゃいますよ。ABCG555
79.5 NAC5 から ABC Z がお送りしている ABC Z 555。まずは一曲お送りしましょう。つかちゃんセレクションです。はい。夏と言ったらこの曲です。うん、去年ロッキンジャパンフェスティバルっていう音楽フェスに行ってきたんですけど、その行った時のメインステージの大鳥、うん、はい、すっごい盛り上がりました。うん、もうなんだろう、地面がこう動く地響きっていうか、ガーッっていう、ただ揺れるっていうのをただで体感した。すげえ。もう夏と言ってやっぱ皆さんもこの曲だと思います。共感してくれると思う。ビーズでウルトラソウル、ビーズでウルトラソウルをお送りしました。続いてはこちら、ドキハル。さあ、もうすっかり季節は夏ですけども、このコーナーやってきます。今回でね、だからドキハルはラストです。あ、うん、だからたっぷりやってきましょう。はいはいはい、紹介していきましょう。はい、やってきましょうよ。まずどうします、5席からいきますか。じゃあ、うん、東京都八王子市正岡さん、10代女性からですね。はい、私は今年専門学校に入学しました。おめでとう。ある日電車に乗ってたら、よと同じ学科の男子に声をかけられました。うん、私もよと返しましたが、彼とは数回しか話したことがなくびっくりしました。私のことを覚えてくれていたんだという驚きと、彼の名前が全く思い出せないという混乱でドキドキしました。ほー、あー、これ男子の方が好きなんじゃないかもね。まあ、男子はずっと知ってたんだよ、よって、うん、ちょっと照れ隠しのね、よって人に言うの、うん、俺クレヨンしんちゃんぐらいしか知らないえ、言ってなかった、よって言う学生とか言う同級生とかいなかった、よって。俺言ったことないよ、よ、うん、よっているよ、学生いたいたいた、ね、マジ、うん、いるよ、よって。それこそ小学校なんか挨拶それだったよ、よって、うん、友達同士でよよ、よだよ ね、 ね、俺よじゃなくてういっていう人もいたよあ、ういはちょっとわかる、ういね、ういだ、ういね、よ、よだったな、ういっすね、とかね、滝沢くんもね、ういっていう、あ、いやいや、うい、言うわ、ゴーくんとかも、ゴーくんとかもういっていう、いや、ゴーくんのうい似合うだ、そうそうそう、あ、よって、いや、かっこいい人はういなんだ、ちょっと伸ばす、そう、だから小学生の時はやっぱよだったから、確かにあんまり話したこととか遊んでないやつらによって言われると確かにビクってなったかも、え、なんでってなんだ、うん、はおーってなった、そっか、うん、これちょっとわかるわ、これでも子供の頃からおはようございますとかそういう感覚で、そういうじゃねえよそうやって挨拶してた、楽しかったね、はい、おはようございます、ありがとうございます、もう素晴らしいね、それはそれもそれ怖いね、ちょっとロボットっぽい、おはようございます、ありがとうございます、でした、アンドロイドだ要はなんかいいんじゃない、うん、学生ならではの挨拶だし、ちょっとこれドラマでありそうだもんね、ありそう、こんな電車でよって言ってね、うん、あっちもよって返すみたいな、ね、名前思い出せないとかね、わかるわ、ちょっと朝ドラとかでありそうな感じだもん ね、 ね、さあ続いて、はいはい、うん、僕もいいですか、うん、群馬県テレパシーさん、はい、10代の女性の方からです、うん、私のドキハルはバーサス5をイヤホンで聞きながら歩いていた時、無意識に小さい声で歌っていたら、すぐ後ろを歩いている人がいることに気づき、はい、全部声が聞こえていたかもしれないと思ったことです。あ、難しいね、これね。その時は少し恥ずかしくなって早歩きで距離を取りましたが、うん、ABCG の宣伝だと思えばもう少し気づかず歌っていてもよかったかなと後悔していますありがとう。確かにイヤホン聞きながらだとなんか口ずさんじゃう時あるよ、ある、世界に入り込んじゃうっていう、ね、うん、あるわ、うん、これ。あとイヤホンしてさ、うん、歩いてる人いるじゃん、うん、あ、今この曲調のやつ聴いてるなって歩き方わかんない。あ、ね、ちょっとわかるし、なんかね、リズムね、リズムを取ってるわけじゃないんだけど、うんうん、歩き方が、わかる、わかる、あ、今速いテンポの曲聴いてるな、うん、この人っていう歩き方の速さと、ちょっとこうゆったりめを聴いてるなっていうの、うん、なんか結構俺わかんだよね。わかる、それね、わかるし、俺も結構やっちゃう。あ、実際やっちゃう。だから俺もバースト5よく聴くって言ってるじゃん。最近五崎さんずっとねアルバム聴いてんだ。そうそう、だからその曲のディストラクションとかかかるとちょっとやっぱ早歩きになっちゃうしそう、あと電車待ちとかなんか止ま信号待ちでもそうだし、うん、止まってるとねやっぱリズム取っちゃって、これは五崎さんが振り付けしてる。そうだから、これは俺気をつけなきゃまずいね、うん、気づいたらなんかねかかとでリズム取っちゃったりして、今日一嬉しそうに話すないやいや、街中でもしかしたら遭遇するかもしれないね、うん、そんな五崎さんにねあ、こいつ振り考えてんだなと思っておいてください。でも嬉しいよね、このテレバイスさん、その宣伝だと思えばもう少し歌ってればよかったって、ね、そう思ってくれるのが嬉しい。嬉しい、うん、恥ずかしいを通り越してね、はい、ね、じゃあ僕も代わりも紹介します、はい、奈良県の北斗ベガさん、40代の女性の方です。朝の6時半頃、家の前の坂道を自転車で下っていると、茶色の細長いものが道の真ん中に落ちていました。なんだ？狭い田舎道なので、木の枝か、藁かな、と思っていましたが、うん、蛇でした。
思わず叫んでしまい、田舎の朝に私の悲鳴が響き渡りました。いや、田舎あるあるですよね。これうちの実家の方もよく出ましたよ、ヘビ。マジで？あと家の中に、うん、いや日本にもこんな大きい雲出んだっていう雲。うわ、うん、びっくりするよね。びっくりするし、なんかもう一気にこう血の気引くのよ、うんうん、さーってなるんだよ、うん、普通にキャーって言っちゃうもんね、男でもね。でこの悲鳴がね響き渡るって気持ちもわかるし、うん、朝6時半に一回だと俺家で朝階段から降りてトイレ行くときに真っ暗な中なんか踏んだの、うん、ベタって、うん、踏んだらでっけえムカデで、うわうわ、生だよね、 生足だよね、うん、でも今思うとそのムカデが一番怖かったと思うよ。暗い中ずっと歩いてんのに、そうだけどさ、歩いてんのに上から重いものがバーンって急に来て、いやそうだよ。そうこの北斗ベガさんもヘビーの方はびっくりしてる。ヘビーの方がびっくりしてる。朝ね、普通にヘビーは多分朝の散歩とかしてたんだよ。散歩してたのに悲鳴上げられて、いや何もしないけどっていう僕何もしろ歩いただけなんですけどって いつもここいないんだけどみたいな。そう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 、待って、虫からしたら、そうだけど、うん、虫からしたらいい迷惑ですよ、うん、やっぱ怖いよね。でも自然がね豊かってことじゃないですか、そうやって虫も出るっていうことは、うん、まあまあ、まあ、実際ヘビ出たら怖いけどね。怖い怖い怖い、見慣れてないから特に怖い。まあこれは違う意味のドキ、うん、春でしたね。ドキドキ春だね、うん、これも面白かった。はい、さあというわけでたくさんのドキハルエピソードありがとうございました。ありがとうございました。さあ今回でドキハルがラストなので、あ、最後に ABCD を代表してつかちゃん、なんかこの春ドキッとしたことありますか？はい、締めくくりですね。締めくくりです、ドキハルの。つかちゃんドキハル、あの2月に、うん、あのお仕事でロシアに行ってきたんですけど、はいはいはい、ワールドカップは全然関係ありません。ロシア行ってきたんですけど、でその時にねすごい寒いって、ロシアは、はいはいはい、でマネージャーさんと行くって、うん、で防寒対策しっかりしなきゃいけないねと思って、なんか何買おうかとかいろいろ相談してたよね。すごい寒いから、うん、そんでその専門店に行って、アウトドア専門店行って、ほうほう、あ靴は大事だねって、うん、でなんか本人は用意してます、うん、でもマネージャーさんの分はちょっと用意はちょっとできないのですいませんっていう、自分で持って行ってくださいみたいな、うん、でもなんかあったら貸し借りもできるし、うん、じゃあまず靴は絶対買おうって、靴買って試着して、うん、まあこれいいねって、うん、でそれをまあ持っていくじゃん、はいはいはい、で試着して持ってって、でロシアに着いていきなりそのマネージャーさんが、うん、じゃあ着替えましょうって寒いから、はい、なった時にいきなりうわーって叫び出して、うん、そのスーツケース開けて、うん、あなんだと思って、こう、うわもうありえない、もう終わったよみたいな、なんか出た、で指さしてんの、うん、あるものに、でも靴はあったのそこに、うんうん、靴が同じ方向向いてたの。え、同じ方向って、同じ方向、両方同じやったの、両方同じ方向。マジ、そうびっくりしたね。え、だからその右が2足とかそういうこと、右が2足そのなんでこの同じ方向がなんでロシアにこれ行き着いたのかっていうのがポイントがいっぱいすぎてちょっと飲み込めなくって、うん、そもそもそのマネージャーさんもなんでこれを持ってきたのっていう自分でも分かんない、どこからおかしくなったのかが分かんないね、よく分かんない、お店の方が間違えちゃったのか、うん、いやこんなことなかなかない、うん、ドキッとしたエピソードっていう、ドキハルだし、もう滑らない話だよね。そう、スカちゃんもドキッとするし、見つけたマネージャーさんもドキッとするね、うん、そう、その靴もドキッとだよ。そうだよ、あれ俺いつまで同じものだよ、靴自体もね、そうだよね、いや多分あーバレたーってなるよねスーツケースの中で薄々思っちゃったのね、お前同じ方向だよね靴同士でね、みんながドキッとっていう、なるほど、これ一番の驚きでした、うん、持ってますね持ってる、これ締めくくりにぴったりの、ぴったり、面白かったです。はい、はいはい、というわけで次回からはドキ夏を募集します。お、来た、ということで、そう、一周しましたよ、はいはいはい、ドキ夏から始まり、うん、もう一周しましょうか、うん、せっかくですしね、面白いしね、面白かったね、うん、リスナーの皆さんの意見が楽しいから、そうそうそう、まあ、夏といえば何かとイベントも多いですし、はいはいはい、はい、ドキドキすること待ってます。いや、はい、俺もね、うん、これいっぱいやってくってなったら、うん、ちょっとこれからねいっぱい持ってくるよ、ネタを、ネタをしっかりね、相当良かったよ、リスナーさんと戦いたいね。あ、そう、リスナーさん結構センスいいからね、センスいいよ、そう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 、今も読んでみて思ったけど、確かにメンバーあんまり紹介してないもんね、そうかもね、うん、だメンバーからもね、らどんどん紹介していくようにしましょうよ、うん、対決しようよ、あ、いいね、うん、どっちがドキドキするか誰かにジャッジしていただいてね、はい、うん、やっていきましょう。というわけであなたならではのドキ夏エピソードお待ちしております。お願いします。それではここでもう一曲、このコーナーが始まった、うん、きっかけとなった曲といっても過言ではありません。お、あれか、あれです、はい、聞いてください。 ABCD でドキ夏2017、1、2、3、4、5、僕と行こう、 僕と行こう、 僕と行こう。
2017に載せて ABCD のコンサートグッズにまつわるメッセージを紹介します。埼玉県埼玉市ケンケンさん18歳男性です。おこの前神奈川県民ホールのコンサートに行ってきました。ありがとうございます。内容がすごく良かったので次に行ける日が楽しみです。嬉しい。ただ今回疑問に思ったことがあります。それはペンライトです。え、可愛いのはいいのですが持つところが狭いため、うん、手が入らずどうやって持つのが正解か迷っています。皆さんはどうしてますか。ツアー後半も楽しみにしています。うん、そっか、ちょっとちっちゃいのか、狭いのか、男性だと男性だから余計なのかな。そうかもね、うん、手が大きい方はちょっと狭いのかな。実際持つ、まあ、演出もあったりするじゃん、うん、一緒にね。俺はねそんなに手ちっちゃいから俺そう俺も大丈夫、うん、俺も大丈夫、うん、てことはこれケンケンさんただのクレームじゃん。ケンケンさんが、まあ、じゃあ持ち方、あの頑張っては持てないんだよね、もともとどっちにしろ、うん、ちょっとこうつまむ感じになってはいるんだけど、スイッチのボタンもそういう方が持ちやすいと思う多分。そう、なんかガバって持ちたいのかな、うん、ケンケンさんは。そうかな、ガバって持ちたいんだったらそれ過去に、うん、あの僕が考えたペンライトあるから、うん、それ誰かに譲ってもらってまあそうだね、そっちを持っても、うん、そうだね、うん、でもなんかこうファンの人たちの層が広がってるっていうこともあるのかもしれないし、確かに、うん、だからそれも視野に入れて来年は考えていかないといけないから、そう、ね、確かに T シャツ問題とかもあったじゃん。あったあったあった、男性が生地とチビティみたいな、チビティそうそうピチピチしちゃうっていう、そう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 乳首が浮いちゃうっていう男性に言うと、うん、恥ずかしいからね。それで女性が見てる真ん中とかにこういたらねだいぶ恥ずかしいよね。そう、でもいろいろと考えていきます、うん、そうだね、視野に入れてね、はい、伝えときますか、はい、ケンケンさん男性ならではの意見ありがとうございました。ありがとうございます。さあお送りしたのは ABCD でドキナツ2017でした。ABCD がナック5からお送りしてきた ABCD555 エンディングです。よーいしょ。さあここでちょっとすごく可愛らしいおはがきをいただいたので、はがき、はい、うん、ご紹介させていただきます、神奈川県まなかちゃんからいただきました。はい、 ABCD のお兄さんこんにちは、はい、こんにちは。私は小学校1年生です。あら、うん、私は歯が2本抜けてしまって、うん、ご飯を食べるのが大変です。どこ抜けたのかな、前歯かな、前歯かな、うん、お兄さんは小さい時歯が抜けて大変なことはありましたか。ありましたよ。ゴッチ大好き、マナカより。あ、ゴッチが好きなんだ。ゴッチ大好きハート、はい、皆さんの顔の絵も描いてくれてますよ。あ、本当だ、5人描いてくれてると思う。本当だ、かわいいらしい感じですよ。ちゃんと描いてあるよ。ハッシー、スカちゃん、トッツ、ゴッチ、フミと俺だけ呼び捨てるいいじゃん、うん、嬉しい。フミ距離、うん、距離近く、まあ、フミとだからいい、うん、フミとだからまで、うん、ハッシーの甥っ子だっけ、甥、うん、っ子か姪っ子、うん、みんなあだ名なのに、うん、今は分かんないけど、うん、ずっと可愛いって呼んでたらしいなんだろうね、うん、怖い、まあ、親近感だってそうだと思う多分、うん、だだと、いやでもなんかで教えないと可愛いって言わないじゃんだハッシー実は裏でさ、俺にはフミトって言ってくれるから、うん、フレンドな感じじゃん、うん、裏でなんか直とか書いて、いやあの可愛がさとか言ってるのかな悪口を俺とに言ってるとそれショックだな。で嬉しいね、こういうめっちゃ嬉しい。おはがきでちゃんと歯がね、大変な子だったらゴッチ好きなんだってよ。ありがとう。だからゴッチはあの歯が抜け、前歯なんか特にやっぱ写真とかでさ、ニコって笑うのが照れたりしてたけども、はい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 、それもねいい思い出になるから、うん、まなかちゃんもね、うん、今しかないことだからね。だからもう生えてくる前に、今抜けない子もいいんでしょ。あ、そうなんだらしいよ。なんか柔らかいものばっか食べると変わる意味がないから、うん、全部生え変わんない子もいいんだって。へえ、そう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 、すげえ諸説あり。あ、お前なんだよ俺先に言うなよ俺今いいから 今ねイケボ準備してましたよもう分かってくるんだね、分かってる、すげえいい声準備してたけど、うん、まあとりあえずね、はい、まあ、楽しみだね、楽しみ楽しみ、ありがとう、うん、ね、ありがとう、まなかちゃん、ありがとうございます。さあこの番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。ナック5のホームページまたはモバイルサイトのナンオエアーの中にある各メッセージフォームからご参加ください。メッセージをご紹介させていただいた方全員に番組オリジナルステッカーをプレゼントします。ここでエビちゃんインフォメーション、イエイ。
メンバーの戸塚翔太トッツー出演のドラマ「東京エイリアンブラザーズ」があさってスタートします。もう始まる、うん、はい、ね、毎週月曜日の深夜0時59分、うん、平成ジャンプの伊野尾ちゃんも出演します。はい、そして河合橋本ダブル主演コインロッカーベイビーズが上演中です。今日今夜 TBS 赤坂アクトシアターで29日まで、今日はこの後1時からと夜6時からです。見に来られる方はお楽しみに。頑張って。はい、そして ABCD ファンクラブもありますよ。そうなんですよ、ぜひ入っていただきたい。これは本当にあの開放とかでね、うん、普段雑誌とかじゃ見れない姿とか、そうそうそう、あの舞台の裏側の写真とかたくさん載ってますから、はい、より僕らを近くに感じていただけるんじゃないかと思います、うん、お願いします。さあ、その他 ABCD の最新情報はオフィシャルサイトをチェックしてください。この後は再び大野聖太郎さんの楽園ラジオパワー全開です。大野さん、僕ら ABCD ファンクラブがあるんですけれども、うん、大野さんはこれまで今までにファンクラブって入ったことありましたか？もしありましたらどなたのファンクラブに入ってたかも知りたいですし、うん、もしよろしければ僕たちのファンクラブにも入っていただきたいなと。入っていただきましょうよ、うん、これまだ家族で、あ、いいじゃないですか、うん、親戚とかも、うん、最低でも5口ぐらいいいね入っていただけるといかがでしょうか。ぜひぜひ大野さん普段見れない ABCG 見れますよ。そうですよ開放で、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、さあ、この後もよろしくお願いします。ここまでのお相手は五関浩一と塚田僚一と河合郁人と ABCG でした。バイバーイ。バイバイ。あ、そっか、平成最後の夏休み。お、そうだね、楽しんでください、うん、楽しんで楽しんで ABCG ゴーゴーファイ。何をおっしゃいますやら、もうファンクラブに入らなくてもファンクラブ以上のファンでありますから。私この555聞いてて一番嬉しいのは、20分間もう笑い声が絶えないもん。あの ABCG はね、これは本当に幸せになりますよ。ただ塚ちゃんに謝んなくちゃいけないことあるね。先週の函館記念、私はくだらないこと言ってトリコロールブルーしかいないんじゃないかって言ったら、私みんなの競馬見てましたよ、塚ちゃん出演してね。ダメだよ。ああ、大敗じゃないけど、勝ってもらわなくちゃ。で、ふと気づいたことがあって、しまった。ワールドカップだ。フランスにこだわりすぎた。アンセムが良かった。そうなんですよ。テーマ曲なんですよ。どの大会も。もうしょうがないんだよね。取り逃がした魚はね。いつもこんな感じで競馬やってるから私も成長しないよ。塚ちゃん。本当にごめんね。